何が始まったのこれ。はい、行っちゃえ。いいよ。いいですか。いいですよ。ここでニュースです。はい、先日より華原が伊勢祭りを開催すると言っていた件につきまして、ようやく本人がやる気を出した模様です。本人曰く、やるやる詐欺じゃないだからねとのことです。詳細については番組後半でお知らせします。いちいち可愛いな、もう。伊勢河原が新体制になり、本日から新メンバー私ミキニテンが、収録に参加することが分かりました。はい、一時期食あたりを起こし出演が危ぶまれましたが、無事に参加する模様です。大丈夫？大丈夫です。はい。オッケー。大丈夫ですか？完璧です。はい。先ほど入ってきたニュースですね。本日伊勢秀忠が不在ということです。数少ない伊勢のファンが春日部で暴動を起こしている模様です。はい、まあ、残念な話ですけど、まあ俺たちには関係ないね。そうです ね。はい。はい。以上ニュースをお伝えしました。伊勢河原は？もう始まってる。難しかったかな、ちょっとね、今日はね。ちょっとね。ちょっとね、うん。次回からもうちょっと簡単にするから。ごめんなさい。はい。はい、いえいえ。皆さん、こんにちは。総合エンタメプログラム、伊勢河原の時間がやってまいりました。この放送は、伊勢屋レコード制作で、インターネット放送局 CUAV より生ライブ放送を行っております。番組終了後には、アーカイブ放送が YouTube にアップされますので、そちらの方もご覧ください。はい、当番組ではメッセージをお待ちしております。伊勢さんへの苦言。そうだね。はい、苦言。河原さんへの罵詈雑言。ゲストや私とミキニティへの応援メッセージなどをお寄せください。お願いします。お願いします、はい、メールアドレスは千住アットマーク cwave.jp、うん、ツイッターは、ツイッターハッシュタグかな、ツイッター。言わなきゃダメ。伊勢河原ハッシュタグ伊勢河原までお寄せください、はい、また生放送中はフレッシュにてコメントも可能です。フレッシュ、はい。はい、というわけで、はい、伊勢河原 MC の河原です。そして麻
私か私だった。そうだ、高校2年17歳シンガーソングライターの鈴木ひかるです。お願いします。そして私だった。はい、はい、神様会議から帰ってきました、ミキニテンです。よろしくお願いします。はい、今日からですね、あの新体制のティン、ティンことミキニテン、はい、合流です。合流なんですが、はい、あのうちのシンボル、ほう、シンボルの MC がいないんですよね。ほう、シンボル、シンボル、シンボル、今どこに行ってんのかね。うん、ね、謎ね、あの本番中に来るかどうかすら怪しいというね。今日はこのメンバーでお届けしたいと思います、はい、で、うん、最近の話なんですけど、ちょっとねいろんなことに手を出し始めまして、うん、ちょっとねラジオの方ではぶつくさ言ってみたんですけども、ここでもぶつくさ言ってみようかなと思うんですけども、はい、まずですね、ひかるちゃんの方からちょっとだけアナウンスしてもらった伊勢河原祭り、あ、ですね、はい、これに関しましてちょっと動き出しました。3月31日やりますよということで今動いております。はい、はい、なんだコメントが来た、うん、後で読みますのでね、はい、お待ちくださいね、はい、でその他にですねちょっとイベントがですね立て込んでまして、これちょっとねやれるのかな、やれると思う、な、何がこっちに集中したら全然こっちに集中した、全然聞いとけ、ずっとこう読んで、うん、聞け俺の話を聞け、俺のなんで、はい、もう一回行くよ、うん、はい、お願いします。あ、じゃあ端折ってね、いろいろね、うんうん、3月31日、うんうん、伊勢河原祭やるよ、うん、やるよ、やるよ、やるよ、うん、イエイ。その他ね、いろんなことがね立て込んでイベントがカン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 と決まってきてます。おい、決まってねえや、うん、どっちや、あの企画してます。はい、うん、でね、はい、結構ねみんなに聞いてるんですけど、うんうん、やれんの本当にこれっていうのは、ね、すげえ言われるんですよ、うんうん、ね、でもやんないと動かないとダメだと思うんですよ、うん、もうねダラダラやってるだけじゃダメなんですよ、ほう、うん、もうねやるの、ほう、やらざるを得ない、やります。仕方ないな、アドバイスを授けてあげよう、さすが、スタート、なんだろうなんだろう、はい、ということで、うん、はい、いいですよ、いいのかな、うん、いいのかな、いいですよ、いっちゃいましょう。じゃあ、ミキニテンのちょっと言わせて、はい、はい、何言うの、言われるの、うん、私ですね、はい、和尚禅タロットというタロットをやっておりまして、和尚、和尚、はい、あのインドの和尚という方が、うん、インド、人なんだね、そうなんです、あ、ま、はい、あの和尚じゃない、あの和尚じゃないですね、違う和尚、どの和尚か分かんないけど違う和尚だと思う。インドの和尚という方が、うん、はい、108の瞑想法というのをねいろいろと開発、うん、した人で、煩悩の数、そうですね、うん、あ、それとはまあ関係なさそうだ、関係ありそうな気もするけどどうなんだろうね。どうなんだろうね、まあ、レディーガガさんとか、うん、あとあのダライラマーにも影響を与えたって言われている人の瞑想法を元にして作ったカードなんですけど、ちょうど真っ黒のやつが出ちゃった。大丈夫、大丈夫、まだまだ何も言ってないよ、俺何も言ってないよね。なんですけど、はい、結構あの潜在意識にアクセスするのが得意なカードで、うん、はい、自分表側の自分に対しての潜在意識からのメッセージだったりとか、はい、はい、そういうなんか自分の内側を映し出してくれるのにすごく。内面的な分が見えちゃう、ね、はい、覗き見できます、うん、でそれを使ってで今後の川原が仕掛けるもの、はい、伊勢河原の今後ですか ね、はい、そうすかね、伊勢河原を中心としたプロジェクトがどうなっていくのかっていうのをちょっと見ていただける、はい、ということなんですね、じゃあ今後の、うん、伊勢河原、うん、どうなるのでしょうか、うん、どうやんの、どうやんの、いつもは、うん、あの扇形にこうバーっとそのオープニングのトランプみたいにこうバーっと広げてやるんですけど、うん、ちょっとあのスペースの問題があるので、うん、今日はあのトランプ形式でやっていきたいと思います。ババ抜きだ。はい。ババ抜き。ああいいや。こんな感じで。はい。はい。じゃあまず、うん、今後の伊勢河原。はい。
どうかな、どうかな、どうかな、どうなるのかな、うん、うまくいくのかな、ワクワク、気になる、うん、お、クリエイター、うん、ザ・クリエイターですね、はい、はい、こちらね、これですかね、あ、ウェブカメラ切り替えてもらっていいですか、これ何、どういう意味合いがあるんですか。あ、ごめんね、一人で笑っちゃった。怖い怖い怖い。何何何何、ちょっとよくあるんだけど、うん、こちらがですね、ザ・クリエイターっていうカードでして、はい、まあ、この真ん中で腹のところで光を蓄えてる、まあ、和尚さんというか、お腹が燃えてるんだね。そうですね、もうどんどんもうクリエイティブに新しいことをどんどんやってったらいいじゃないみたいな、そんな感じですか、ね、やればいいじゃんってこと。うん、やっていいんだね。やった方がいいと思う。やった方がいいんだね、うん、今のところはね。やりましょうねっていう感じかな、うん、はい、でなんか、まあ、すごいはしょってるけど、うん、今ちょっとクスッと笑っちゃったカードがあるんですけど、ね、うん、ティンが笑ったカードない、まあ、その、はい、はい、そのですね、クリエイター、うん、クリエイトしていくにあたって、うん、まあ、注意事項というかどういうことに気をつけていったらいいのかっていうアドバイスカードを引いたんですけど、うん、おお、なんかこのパイナップルみたいなやつ、パイナップルじゃないよ。パイナップルじゃないよ。パイナップルじゃないよ。ちょっと手をこう、そう、あ、縛られてるというか自由が利かない状態ですね。ああ、なんかこうモラリティっていうカードなんですけど、うん、まあ要は、うん、あんまりこうあれしちゃダメこれしちゃダメ、いやそれはさちょっとモラルに反するでしょとか、あんまそういうことを気にしてるとうまくいかないよっていうアドバイスかな。じゃあ例えば今日イセが来てないのはモラル的にどうなの。あ、まあそれはそれでいいんじゃない。っていうことでいけってことだね。そうそうそう、もう流れに任せた方が、うん、なるほど、うん、あーだこうだ細かいことにとらわれず、うんうん、まあそうすると本当にこのカードみたいにね手縛られた状態で動けなくなっちゃうので。なるほどね、はい、じゃあもういいんだね、気にしないでいいんだね、はい、いろいろね、まあ、本当にあの犯罪になるようなこと以外はあまり気にしなくていい、うん、殴り合いで血が出ない程度だったらいいんだね。まあ出てもいいんじゃないかな、出てもいいかな、捕まらなきゃいいかな、うん、仲直りが大事。そうだね、まあ、ね、争いは何も生まないからね、うん、でもすごくあのクリエイターのそのなんて言うんだろうな、うん、クリエイティブなエネルギーに今溢れてる状態だよっていう、この伊勢ヶ原のね、あの赤い火だるまのマークと同じ似たような感じのカードが出たよね、このこっち、うん、カチカチ最初の、あ、ね、うん、うん、おじゃあとりあえずはまあ行けるとこまで行ってみますと、うん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 、いうのを言っとけばいい、どんどんクリエイトしてったらいいんじゃないかなっていう。やったね、じゃあ、はい、じゃあひかるちゃんいつもの行こうか、うん、私、うん、ですか。いやその前に、うん、私は売れます。私は売ります。言っとけ言っとけ。何、あ、私が売れます。あ、そういうこと、ま、ごめんね、台本ないことすげえ言うからね俺ね。あ、そうね、じゃあ言います、うん、宣言します、はい、私鈴木ひかるは売れます。売れます。ティンは、私は売れ、うん、売るのか、売りたいのかな。どうなんだろう。あ、そこだよね。まあまあまあ、まあ、うん、そうですね、うん、活動していきましょう、はい、いろいろと皆さんの知らない世界を広めることにちょっと尽力したいと思います、うん、はい、で私はまあ本年度皆さんがびっくりするようなことをガンガン。びっくりした。びっくりしたでしょ。早かった。ごめんごめんごめん、これからねどんどんやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、というところでね、本日もねゲストの方がお越しいただいてるみたいなんですよね、はい、早速呼び込んでまいりましょうか、はい、では本日のゲストです、大橋愛さんです、どうぞ。こんにちは。お願いします。お願いします。よっ大橋。よっ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 。どう、はい、どうこの伊勢川。面白い。一発目からね、もう一番最初のあれは何です か, 何, ですか。何ですか、もうねこのそうこの台本ができた時点で、うん、はい、2日前の夜にできたのが深夜に、みんなに展開するのが遅すぎて、しかも打ち合わせをせずにやってるもんだから、しかも伊勢がいない。そうですよね。ね、
いないいるはずの人がいないですから、うん、ね、タイミング、あ、どんどんタイミングでいこう。じゃあ言っちゃいないよ。じゃあ何を言うのはい、ということで、はい、ひかるちゃん、あの紹介の方お願いしますね。はい、本日はシンガーソングライター大橋愛さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、大橋愛さんはシンガーソングライターとしてライブハウスなどで活動中です。うん、力強い歌声と自身の持ち味である明るく元気なキャラクターでパワフルなパフォーマンス披露しています。ストレートで前向きな思いを歌詞にして人々を魅了するアーティストです。おいいこと言ってくれる。ね、さすが、さすがティーン。でね、あのこの伊勢河原って番組なんですけども、はい、いつもだったらね、そのゲストの方の素性をね、うん、なんとなく知るためのコーナーがあるんですけども、うん、今回はねやりません。え、うん、はい、なぜなら、うん、今回はですね、大橋愛さんと私川原直樹のふるさと、はい、埼玉県川口市、はい、について、はい、初めて番組で語ってみたいと思います。はい、うん、いいんですか。うん、語りましょう。全然違う町の話してどうぞ。全然、うん、そう、千住から発信してるんだけど、いつもカスカベカスカベ言うてるから、はい、プロデューサーがムカついて川口の人を連れてきて怒ってんですか。いや、怒ってない、怒ってない。というところでですね、はい、あのじゃあコーナーの方に参りますね。はい、それじゃあひかるちゃんタイトルコールお願いします。はい、いよ、いきます。直撃アンサー川口クイズ。おお、よいしょ、よいしょ、よいしょ。初の試みクイズ、行ってみましょうね。はい、はい、実は埼玉県川口市出身の大橋さんとプロデューサーの川原さん、はい、今回は川原さんの作ったクイズを、クイズ混じりのですね、うん、ごめんなさい、アンケートに答えていただこうと思います。おお、そういうコーナーなんですね。はい、でいつもだったらね、伊勢がね SE とか音を入れるんですけど、そうですね、うん、今日伊勢いねえから SE なしでいきますね。はい、はい、では早速なんですけども、川口市民なら知っている、うん、こちらのクイズの方にどんどん答えていっていただきたいと思います。はい、では番組じゃないですね。クイズの方にね。もう今日ダメだな。だるだらすぎだよ。行きましょう。はい、クイズの読み上げお願いします。はい、いきます。はい、以前のビール園跡地にできた商業施設は、知ってる、あ、答えちゃっていいよ。答えちゃっていいよ。マリオ川口。お、正解。イエーイ。毎日行ってる。あ、毎日行ってる。毎日ぐらい行きますもん。買い物っつったらアリオだよね。映画っつったらアリオだよね。アリオですね、うん。うん。あと写真の現像っつったらアリオだよね。アリオ、北村ですね。全然わかんないね。本会に行くっつったらアリオだよね。はい、次行きます。はい。おー、いいですね。毎年の8月初旬に、オートレース オートレース場で開催され、うん、花見大会もある熱いお祭りは、タタラ祭り。正解。イエーイ。基本だよね。基本中の基本だよね。タタラタタラ。知ってる？知らない。知らないでしょ。知らないんですか？え、知らないよ。知らないよ。知らないよね。何それ。ちょっと知らないですね。一回聞いた方がいいよ。あ、じゃあ今度旦那と行きます。旦那川口だから。そうだね、そうだね。あ、そうなんですか。実家が、そうなんですね。そうそうそう、川口なんです。よし、次行くよ。はい。はい。川口には日本唯一あるおもちゃの販売元がありますが、何のおもちゃですか？あれだね。あれだよね。何ですか？ベーゴマ。正解。へー、もうなんか毎回へーしか出てこない。もともとね、あの川口市って鋳物の町で、うんうんうん、鋳物でね作るおもちゃといえばベーゴマ、うん、で今作ってないんだけど販売元として川口市に唯一ありますと。へー、うん、みんなで、ね、あの昔駄菓子屋で買ってたベーゴマは川口市があるからみんな楽しめたんだよ。うん、ベーゴマ遊ん
と遊んでないと思う絶対にてか米語もこなしないそうか米語も知らんか知らないですね今度ちょっと米語も教えるからきっちり教える巻き方からこう巻いて難しいですね、うんうん私ベイブレードだったら知ってますね。まあ、今のと全自動結構違う。全自動じゃないけど自動。引っ張るそうそう。ああ違う投げた時にどこ飛ぶか分かんないな。あるねあるね。つって。はいじゃあ次行きます、はい。キャメル GP ってご存知ですか。あのキャメル GP だって。キャラメル？惜しいキャメル GP キャメル GP 分かんないキャメルこれね年代によりますほう、はい、昔ね室内のゴーカート場が川口市にあったんですほう川口市野平にあったんですほう、はい、で昔はね結構ねテレビ番組のバラエティとかでそこ使われてて知ってるんですけどある年代から知らないというねうん、潰れて今は多分ねイベントスペースライブスペースかなになってると思うスタジオかうんこれはね多分俺の年代しか分かんないですそうね誰も分かんない分かるかいっていう35以上いい人増えちゃった増えちゃったよし次戻ってこい次の問題よし行くよはい、はい、お勤めのイベントスペースは残念あ、間違えた惜しい惜しいなおすすめおすすめおすすめそう、なんか、おすすめって思っておすすめのイベントスペースはありますかはいおすすめですね、うん、おすすめはやっぱり川口キャバリーノじゃないですかそうだねはいキャバリーノ、知ってるキャバリーノライブハウス知らないへぇーそうね川口キャバリーノ私働いてるんですねあ、そうなんですなんでライブスペースでイベント、うん、そうなんですグランドピアノがあるんですけど、うん、ジャンルはもう全然ポップスからクラシックから、うんジャズもうほんとフラとかも時々やるんですけどフラダンスフラダンスとか、うんうんうん、イベントいろいろで何でもできるんですけど、うん、バンドも OK ですし、うん、そうあのテーブルと椅子もあるので、うん、食事しながらできるそこで受付やら、ね、ドリンク作ったりとかもあなるほどあじゃあお勤めしてる、ね、そうまさにお勤めよかったそうかおすすめのイベントスペースって言おうと思ったけどお勤めになったけどそれはそれで正解お勤めのイベントスペースだよし実は、ね、うまい着地した着地したよかったちゃんと着地したよ、うん、素晴らしいよし次いきますね。はい、はい、川口出身の有名人は、うんうん、これこの間テレビでやってたんで大体なんかみんな知ってるのかなって、うん、もうまさに結構旬な方ですけど、うん、星野源さん、うん、そうそう川口というよりかなんかわらび、うん、わらび寄りの川口みたいなちょっとなんかここら辺なんですけど、うん、この間テレビでねそうそうやってたやってたので結構川口川口なんだみたいになった人が多いんじゃないかなと思う、うんうん、今なった今なりました川口なんだ、ね、その他にはねブル中野とかいますブル中野知らない、これ年代ここら辺にうっすら顔が出てくる感じプロレスですね、うん、多分年代ねそうですよねもう今もうハテナがいっぱいえじゃあ何の人かすら多分蜷川幸雄は知ってる蜷川幸雄映画監督ああ舞台だね あれ娘さんの名前なんですか美香さん美香さんあ、うん、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 そっちの方がそうか年代的に美香さんになるのかそうですね、うんそうかもしれない。なるほどなるほど。ね、あと涌井恵美とかも川口ですし、もともとジャイアンツだったあの斉藤正樹。はい。斉藤正樹さんは私先輩なんですよ。うん、一律川口高校出身で、ねうん、斉藤選手は一高出身だったので、うん、そう学校にもこう写真とか貼った。ね。あ先輩なんだって。そうなの。コーチやって。今はコーチだっけ？
まあいいや、うん、詳しくは斉藤正樹で検索をかけてください。 で、ね、であとですね、これから有名になる人というのがいるらしくて、うん、はい、大橋愛さんという人がいるんですよ。お、うん、あと川原直之さんという人がいるらしいんですよね。これがね、これから出てくるらしい、ね、ますね、うん、要チキラーですね。はい、はい、お願いします。はい、これが一番気になるのですが、キュラポンって何ですか？キュラポン、キュラポン、え、違う、あれ、いや、キュラポン、キュラポン、キュラポン、これあれなんですよ、間違ってるこれ。あれ、これ一回目通した時に突っ込もうかなと思ったんですけど、うん、あの面白いからそのままにしたんですけど、キュラポンじゃなくて、正解はキュポランなの。キュポラン、そう、キュラポンじゃないの、キュポランなの。めっちゃ真面目に読んじゃったじゃないですか。そうなんだよ、ね、すごい間違い、うん、もうね、まあなんかキュラポンの方が可愛い感じするけどね。キュポ、うん、キュポラン、うん、茶色いやつ、そう、川口のゆるキャラなんですけど、そう、さっきもお話にあった川口のあの、うん、鋳物の町で、うん、そう、キューポラの町ってね、うん、言われてるんですね、川口が、うん、でそのキューポラからキュポラっていうキャラができたんですけど、ですよね。このクイズのコーナー、本当へーしか言ってない。川口を知ってもらってことで。そうだね。以上、直撃アンサー川口クイズでした。ありがとうございます。でね、まだまだね、ちょっとね、川口について語りたいことがあってね。うん。あの、わらび駅ってあるじゃん。はい。あれ、川口市なんだよね。あれ、そうなんですか？うん。そうなの。分かってない。そう。そう。わらびと川口って結構曖昧な感じなんで、そうそうそう、わらび駅使ってる人がほとんど川口市民だったり、そう、わらびの人が逆に川口駅とかも使ってたりするのかな。うん、わらびの人はどっちかっていうとね、南浦和かな。あ、そうだ、浦和か。浦和だな。っていうこの、うん、絶妙なこの、なんか。おかしいね。わらびってわらび餅とか有名なの。そういうことではない。ね、うわ、それね、新しい観点だね。あれ、うん、違う、わらび、わらびの言葉の初めて分かんないんだけど、うん、あれ、たぶんね、いや、あのわらびですね。うん、ね、わらび、なんだ、なんだろう、ボケ倒してるのかな。でも合ってる、わらびの市内に走ってるバスはわらびがモチーフになってる、うん、カンガルーみたいな、うん、どっちが先なんだろうね。ねえ、後付けだよね。いやね、多分だよ、多分だけど、あれ草変なんで、うんうんうん、あの野草のわらびだと思う、うんうんうん、私もそう思うな、うん、あのカンガルー関係ねえと思う、後付けだよね、多分ね。後付けだと思うけど。で、あと川口といえば、あのイベントスペースといえばね、西川口発が俺の中では一番、そうですね、ね、いろいろあるし、あと、うん、あれなんだっけ、いつもさ、スケートって言ったらどこ？え？スケート？うん、アイススケート。神宮。え？しまった。さっぱりわかんないけど。川口市民。市民プール、市民プール。市民プール。ね。川口の話してるのに神宮。グリーンセンターか。全然違う。市民プール。市民プールとか。もう今日あるんですね、いろいろあるんですね。ね、よし、こんだけ喋ればもう今までね、この番組でカスカベ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 言うたけど、はい、今日一日で巻き返したから、はい、お、うん、よかったよかった、よかった、川口尽くし。気持ち入ってないね。疲れてんのかな。いやいや、分かんないのがいっぱいだったからね。分かんないね。うん、ね、というところで、あの川口の話題を振りまいてきましたが、はい、これからですね、あの大橋愛さんのアーティスト活動についていろいろ聞いていこうかなと思います、はい、で一応ホームページとか見てまして、はい、ちょっと気になりましたのが、はい、あの作曲する際にはテーマとして一緒に楽しむ、はい、これはあのライブに来た人を一緒に楽しませたいっていうイメージ。そうですね、見てる人たちに楽しんでもらう、うん、ライブ作り、構成というかそのステージ作りみたいなのを、はい、考えて毎回
やってますね、うん、そうなんだ、うん、そう一緒に楽しむテーマに作曲っていう書き方だったから、うん、ああ曲そう曲があのみんな集まって楽しくワイワイ書くのかなと思ったけど、うん、違うね、うん、みんなが楽しくなるようなね、そうですね、曲作りを心がけてる、はい、うんうん、その他なんか曲作りで心がけてることってあります？やっぱね日頃思うことってみんなそれぞれかもしれないんですけど、うん、歌にすると、うん、受け取り方って相手によって人それぞれになるじゃないですか、うんうん、経験だったりね、そうそうそう、だから、ね、曲を作る上でこういう風な考え方もできるだろうなみたいな、うん、こういろいろ想像がしやすいような言葉をチョイスしたりは歌詞つけるときに、うん、してますかね。なるほど、はい、伝わりやすいものというか響きやすい言葉、うん、そうですね、うん、それをあの自分の中で消化してこの言葉で出してっていう感じなんだろうね、うんうん、でそれは詩だよねどっちかと。そうですね、詩、うん、あの曲先行ですか詩先行ですか。おあすごいグイグイ体がグイグイどっちも、うん、どっちもですね、なんか結構、うん、どっちだけでこう偏らず、うん、言葉が先にはこういうの次作りたいなと思ってわーって書いたものに後付けで曲つける時もあるし、うん、先に曲がわーって浮かんでわーってできて、うん、だこういう曲だったらこういう言葉が合うかなとか、うん、かもう全然バラバラ、あともう一緒に来る時もありますよね、一緒に来る、めっちゃわかるって、そうそうなんだ、そうなんですよ。いやごめんね、あの、うん、曲とか作ったことないからね俺、はい、わかんないんだけど、どうしてもあの A メロ B メロサビってあって、うん、はい、その中で言葉は当てはまっていくわけじゃん、うん、そうすると言葉の数って決まってるわけだよね、はい、長さとか文字数とか、うんうんうん、だから俺のイメージだと曲先行じゃないと曲って書けないんじゃないのって思っちゃう、詞をバーって先書いちゃうと、はい、それで例えばあの一番という言い方はおかしいよね、いいのか、いいのか、いいのかな、一番で当てはまった曲があっても、はい、それ二番の歌詞では当てはまんなかったりすると、うん、それは歌詞を変えるの、あ、まあそうですよね、ちょっと、うん、あれこれ言えないなみたいなことですよね、うん、この間で途中でラップみたいになっちゃったりするだからだからそう、そこね疑問だったの、でも、うん、言葉を同じような意味で言い換えるというか、うん、そういうちょっと違った言葉のチョイスしてみたりとか、うん、はいはいはい、どうなんだろう、人によるけどすごい言葉一つ一つ何個当てはまるみたいにして、うん、そこにちゃんと合わせるように作る人もいますよね、もう全部をなんですか、数出すんですよね、ここのフレーズは何個、あこのフレーズは文字数を先に出して作る人とかもいる、ほえ、ね、それぞれというか、そうです、ね、みんな苦労するんだねやっぱね、作り方ですねそうですね、はい、でそんな大橋愛さんなんですけども、近々ライブがありますか、はい、あります、はい、2月4日、はい、今週の日曜日ですね、はい、はい、下北のラグーナさんで、下北、はい、うん、アコースティックライブ、アコースティック、はい、何時からでしょうか、夜ですね、夜ですね、はい、はい、夜何時からだっけ、大丈夫、19時ぐらいだったかな、うん、まあツイッターとか見てくれる情報な、いえいえ、SNS で、はい、はい、その他決まってるものとしましょう、 あとは2月にですね、主催ライブをさせていただきます、はい、おー、はい、2月、オーガナイザー2月26日月曜日なんですけど、新宿のフリークというライブハウスでですね、はいはいはい、シンガーソングライターの女の子たちが、6組集まったイベントになってますので、女の子だけのイベントですね、はい、へえ、みんなシンガーソングライターの弾き語り、ピアノだったりギターだったり、うん、それが2月の26日に26日、はい、じゃあ詳細についてはまあ後ほど伊勢川原のフェイスブックの方と、はい、ね、うん、大橋愛さんの SNS の方で、そうですね、ツイッターブログとかで載せてるので、うん、見ていただけたらなと思います、はい、はい、ではここで1曲聴いていただきましょうかね、はい、大橋愛さん曲紹介お願いします、はい、それでは聴いてください、大橋愛で風を味方に、ライブ映像でどうぞ、どうぞ
大橋愛さんで風を味方にでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、どうだった？
同じシンガーソングライターとして ライバルとして。そんなに、え、なんかなんだろうな、なんだろうな、え、なんて言えばいいんだろう、なんか私が作ってるオリジナル曲とはちょっと違って、うん、なんかさっきなんだっけ、一緒に楽しむをテーマにで言ってたから、うん、すごいその通りな曲を感じだなって思いました。なんて言えばいいんだろう、なんか、うん、私もなんかお客さんに、うん、共感を持てるような曲作りを心がけてて、で愛さんも愛さんらしい曲をすごいなって思いました。ありがとうございます。もう何て言えばいいのか分かんない。ありがとうございます。今度一緒に何かやればいいじゃん。そうです ね、やりたいです。ぜひ、うん、やりましょう、ね。で、大橋愛さんのですね、今お聞きいただきました、風を味方に、こちらの方なんですけども、iTunes とか Amazon とか、はい、配信、レコ直もとか、はい、そちらの配信の方もしておりまして、はい、あと CD の方ですね、はい、こちらの方も、今、これはあのライブハウスとかで購入が可能。そうですね、ライブの時の物販で、販売してますので、はい、はい、どちらの方も、もうね配信の方も買ってね、 CD も買ってくれればと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではここで伊勢河原からのお知らせです。まずはこちらのコーナーからいっちゃおうかな。押しちゃうぞ、今回のピックアップです。はい、ちょっとですね、あの今回の情報は何にしようかな、これにしよう、うん、鉄道模型甲子園を目指す今時の女子高生の実話を元とした青春短編映画を制作します。我々じゃないですけどね、制作予定があります。その名もジオラマガール。鉄道の街埼玉の魅力と地域の歴史や文化を鉄道模型鉄女子、あれかな、女の子が模型に燃えてる女子なのかな、うん、の青春物語を通じて描く岩槻映画祭にて上映予定のこの作品と。で、この作品の制作に伴いクラウドファンディングを立ち上げております。鉄道の街埼玉をキーワードに映画制作を通じて街の魅力を発信したい。ぜひとも皆さんこのプロジェクトに声援を、ご支援を。詳細は伊勢河原公式 Facebook およびツイッターの方に掲載しておりますので、そちらの方をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、はい、以上しちゃうぞ今回のピックアップでした。はい、イエイ。続きまして、はい、続きまして伊勢河原関連のイベント情報です。おお、はい、川原さんの、うん、またざやるやる詐欺に騙されそうになっていた皆様、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか。お待たせいたしました、うん、伊勢河原祭りの、詳細です。はい、はい、3月31日土曜日に開催、はい、場所は、うん、なんて読むんだろうな、きっと新職場、あ、キッチン職場ビレッジですね。あのね、春日部で有名なねコワーキングスペースなんですけどね、はい、あのわざとらしいね。あの、はい、どうぞ。あ、そんなキッチン職場ビレッジで開催です、うん、ライブスペースでのショーや物販、イベント広場での占い、似顔絵などのコーナーを設置しております。美味しい食事もあります。お、あと池す、あ、これね、池スタって呼ぶ、あ、池スタ、うん、あの、もともとね、うなぎが泳いでた池すを埋め立てて、はい、スタジオにした池スタ、イケスタ、そう、素晴らしい、そんなスペースがあるらしいんですよね。うん、わざとらしいわ。だね、
よね、はい、入場料や、ギストの詳細を小出しにしていきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらですね、入場につきましては前売りとか行っておりません。当日券のみの発行となりますので予約などはお断りしております。その他がそうですね、いろんな情報の方を小出しにしていくんですけども、あれどうなのこれどうなのという問い合わせの方はやめてください。あの事前にいただいてもお答えすることはできません。決定校につきましてはちゃんとホームページの方で発表していきますので、そちらの方をお待ちください。では皆様よろしくお願いします。で、時間の方はまだちょっとあるので、はい、ひかるちゃんの方の、告知もしとこうか。そうですね、今日 トゥデイ トゥデイはない。あ、そうですね、なるほど。亡くなったの で、次は明日ですね。明日だ。トゥモローに何がある。トゥモローに、2月1日、うん、明日ですね、はい、お台場の方で、はい、私の学校で行っているアイドルの活動があるんですけど、うんうん、その総門プロジェクト東京のメンバーが明日お台場のゼップ東京で、みんなで踊ったり歌ったりしますので、うん、皆さん来てください。これはひかるちゃんのツイッターとか、まあ、あと総門プロジェクトのホームページを見ればいいのかな。それを見ていただければ、はい、SOON、うん、あ、そうかそうか、総門プロジェクトですね。そちらの方をご覧ください、はい、お願いします、ね、その他、ね、音源についてはひかるちゃんの音源については配信会社とか、あ、そうですね、うん、私のオリジナル曲は、恋する乙女という曲が、はい、iTunes と Amazon で配信中です。あともう一つは、初恋という曲があるんですけど、恋する乙女と初恋、ファーストシングルとして CD を出させていただいております。その CD がですね、なんとワンコインで500円となっております。500円です。ライブ会場とかね、はい、うん、買っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。で、北千住東口 C ウェブスタジオ千住ハウスから生放送でお届けしてきました伊勢河原、はい、いかがでしたでしょうか。っていうところでですね、実はね、今日メールの方も一通来てるみたいですよね。いただきました。はい、なんだ読んじゃいますか。いただきました。さっき二人でクツクツ笑ってたけど、はい、内容聞かせて、内容待ってたんですよね、うん、なんか全然あの話聞いてなかった時に読んでたんですけど。はい、お願いします。はい、はい、伊勢河原ネームケセラセラさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。たまになんですね。楽しく見させていただいております。毎回見て、はい、鈴木ひかるさんが可愛くて仕方ありません。いやー、そうね、可愛いね、本当にね。前々より気になっていたのですが、うん、誰かの電話の着信音が気になります。あら、一気に現実に戻されてしまいますので、うん、着信音くらいは切った方がいいんではないでしょうか。せっかくの番組なので気にしましょう。名前聞いてすみませんということですが、はい、すいません、はい、うちの伊勢がすみません、はい。ね、伊勢ですね、今日いませんけども、はいはい、本田さん、あ、キセラサラさん、後で電話します。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。で、本日もですね、残念ながらお別れの時刻がやってきたんですけども、まだ若干時間があるということで、うん、愛さんとひかるちゃん、うん、それぞれ、はい、あの自分の曲の売りを一言で言うと、曲の売りを一言、わかんない、大橋愛の売りでいいですか。はいはい、元気、はい、確かに元気、そうだね、元気だね。私ですか、うん、だからひかるちゃんを自分で売り込むための一言で言うと何。マジ。出た一回は出るよね、マジね。今日ね、一回も出てこなかったからね。そうだね、すべてがぶつけられたね。マジマンジマジマンジというところですね。残念ながらお別れの時刻がやってまいりました。はい、あの本日のゲストは大橋愛さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次回の伊勢ヶ原は1週間後の2月7日水曜日、
15時半からの放送です。来週だよ。はい、ゲストはロックバンドスイミングフライウォークマンの登場です。はい、ロックバンドどんなトークになるのかな。ねえ、ね、楽しみに、うん、あと伊勢が来るかどうかですね。これも、うん、お楽しみというところですね。楽しみ、うん、楽しみかな。ね、いやこうなるとは思わなかったけど。いや思ってたけどね。だいぶ思ってたけど ね私本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。